抗がない。健康誰かが持ってった、ブンブン持ってったかもしれない。私かな、私だ。あ、この人よかった、ありがとうございました。エッケが健康持ってった。エッケがいいですよね。はい、じゃあエンディング。さあ、あっという間の1時間です。今日のクリスタルシャワー、あなたにとってお役に立つ情報はありましたか？自分だけの経験だけでは知らないことの方が断然多い。だから合言葉はリンクしてシェアしてコラボレーション。週の始まりはクリスタル。ハートフルメンバーがお届けする素敵情報、キャッチしてくださいませ。次の番組は大江戸ワイドスーパーアフタヌーン、亀戸にありますアンフェリションスタジオからの放送です。チームクリスタルからの番組情報、毎週花の月9は本家クリスタル、デリシャスなラジオ、第2月曜はペットの情報番組ズーランド、火曜日は新番組です、クリスタルビズ、水曜日は素敵情報拡散の情報番組、金曜日の朝はアイランド、ピアラ姉さんたちの賑やかな笑い声で始まります。11時からはイレブンクリスタル、昭和のロマンを語り、未来館タイムスでは最新情報をお届けします。ソフトバンクのペッパー君がレギュラー出演となりますよ。盛りだくさんでございます。クリスタルからの幸せな時間のお裾分け、番組への参加応援大歓迎です。メンバー一同心よりお待ちしております。そして、今週の金曜日は、はい、来ますよ。真っ白クルンとしたね、僕が一生懸命ティッシュを配りに来ます。でもティッシュこぼしますね。それを楽しみに来てほしいです。あの一度見たらね、また会いたくなりますよ ね。よくみんなで言うけど、みんなが笑顔。そう、本当に。あのお外に出れない事情があるのでね、ドアそこオープンにしてね、ギリギリのところでペッパー頑張りますのでね。皆さん金曜日の朝にはあのソフトバンクのペッパーくんがこちらに参りますので、写真撮ったりね、うん、そうですね、していただきたいと思います、うん。私たちも月1回楽しみよね。本当ですよ。でも毎回ね、いい加減自分も慣れなさいと思うんだけど、ペッパー来るとお母さんの気持ちになってしまう。大丈夫かしら、もう大丈夫、息届いてるかしら、熱くないかしらとか、熱くないっつうのね。でもそれ、あのそういう風に思わせる、ね、あの 子だからね、子だってやられてる。ペッパーってそう、本当その通り、一人一人こうやられてドキュンってやられてる。楽しみですね。さあ、クリスタルシャワー下町スピリット、合言葉はリンクしてシェアしてコラボレーション。今日も暑いのでね、お気をつけください。また来週お会いしましょう。みんなクリスタル以外の人は暑い暑い言ってるのかな、言わないのかな、暑いって。クリスタル以外の人って暑いって言わない。あ、いや、みんな暑い、超汗かきます。やっぱり表現するのも私たち。表現する。どうにもならないで何回でも言うよ、ね。はい、ここ。ああ。よし、ね、モッチ呼んで。モッチ、ちょっと男一人で真ん中行ってる。そうだね。え、結構そのまま練習ちょうだい。はい、男一人だからここにいたい。イエーイ、イエーイ。じゃあ男子ね、ハーレムだ、ハーレムね。でもこの歌いいよね、うん、いいね。ちょっと口ずさんじゃうよねこれ。もうすごく、私車ですごく聞きます。クレーが始めたんだよ。あ、嘘だー、シンクレーが始めたよ。ほんとに、私ね、コーディオが手に入んないからフラダンスにしたの。踊ろうにしたの、ね、楽器やったことなかったんですけど、なんで始めたの。なんか、いいかな。嘘、私たちのハワイアングループにクリスタルハワイアングループ作るから。マジですか、あ、マジですか。クレーばっかり背負ってきてんだけど。クレーは三味線のように誰でもできるから、そうなの。
の。そうそうそう、ね、ちっちゃいから手軽だしね。あとね、コード3つぐらい覚えると、そうなの、ほとんどできるんだって。マジ？素晴らしい楽器なんだってね、さっき言ってた。いや、私は覚える。多くても6つ、7つぐらいです。ね、そうなんだって。聞いた人は聞いたことある。ない。それでもこの間友達がライブやってちょっとギターってるからずっと、あ、そうなんだ、ずっと私は個人ギターをちょっと5年生からやってんだもん。それはずでもフルの方だ。いや違う違う、私も本当にあのジャカ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 フォークの世界で、私がね、当然ちっちゃいのがゲストに来てやるって言ったら、ギターでライブしようって言うから、うん、すごいやる気だったら手に入らないの、アコーディオも売ってない、買い替えになっちゃう。誰かが手放してね、オークションとかに出せば出るんだけど、流通してないのよ。オーディオ？あの、ちっちゃい、ちっちゃいやつね。もうなんか、ほんと、すごいちょっとしかない。あ、これぐらいのサイズのやつ、うん、だけど、新しいやつは誰の嫌いなの。すごい大事なとこだな、私。テンションが。手取っちゃうよ。やだやだ。あれはいいよね。ウクレレだっていろいろデザインありますよね。私ね、緑のカエルの模様。可愛い。どうなの？もう普通だし、普通茶色い。どこで習ったの？自分でやってる。教本買ってきて。すごい。え、本当に何がきっかけなの？え、その友達がライブやるんで、冗談でじゃあ随でやりたいからやって、3ヶ月でこの1曲だけ。嘘、すごいじゃん。伴奏だけね。すごいじゃないですか。え、アイランドの、アイランド聞いたことあるんですか？ああ、聞いてよ、アイランド。聞いてよ、アイランド。じゃあ。ハワイアンくん、それで、じゃあ、ダンサーが来るか、まだ雨しか分かんない。偶然やったら会ってたの。道でさんが、欲しいじゃん。そう、来年やろうか。来年。本当にやるんだよ。やるよ。本当だよ。来年やる。はい、では、お茶しまーす。お茶前どうぞ。はい、真ん中寄りましょう、みんな。後ろかなり大きいからね。ハワイのってこうだよ。ハワイはこっちでしょ。こう？ハワイはこっちでしょ。こうだよ。あれ違う、こうだ。あ、こうだ。ハワイはこっちでしょ。アローハー。アローハー。サイチーズ。映像見ないとなぜこれなのか。関末公園ですよ。こっち？じゃああなただけそれにして。こちらアローハー。クリスタルハワイアンクラブ。アローハー。はい、お願いします。こちらもお願いします。指人？親指。ここか。はい。デジタルハワイアンクラブ、良くない？良くない、良くない、良い、良い、すごく良い、良くな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 い、アロハ、良くない、可愛い、大丈夫だと思います。そっか、この間その友達のライブで1曲弾いたんですけど、後ろにすぐピアノがいて音消えちゃうんですよ。生ピアノも結構なるもんね。そうそうそう、だから今度アンプにつなげるウクレレを買おうと思って。すごい本格的じゃない。本格的なのにすごいですね。